ぜひとディスろうと思ったの。できれば、ちょっと誰かは言わないですけど。お疲れ様です。おいおいおいでも、ミューズは出てるから。いや、もう60なの。ミューズは大丈夫だったからだよ。すいません、これちょっと撮らせてもらっていいですか、後ろ。はい、これめっちゃかっこいいですね。アデバヨ涼介選手だったりとか、3番目光選手、来週の緊張してますか。はい、試合するってことで、そこら辺もこう、松井さんにインタビューできたらいいなと思います。3番目光選手に、はい、どうでしたか。初めての格闘技のなんか試合だったんですけど、はい、すごく楽しかったので、はい、もっともっと練習してもっと強い相手倒せるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。250番さんのチャンネルにも出てらしたと思うんですけども、はいはい、他にどんなはい、イベントとかに出てらっしゃるんでしょうか。まあ、予定は6月 の、はい、その分けありっていうイベントがあるので、はい、それで誰か男と戦いとかで、あ、はい、まあ、戦えたらいいなって思ってます、はい、あとラウンドガールもやるので、はい、よかったら興味ある人も来てください。はい、じゃあ概要欄に貼っておきます、はい、あ、 YouTube はまだ動画、あ、まだですね、はい、はい、はい、じゃあ載せておきま す、はい、お疲れ様でした。はい、あ、お疲れ様です。ポンプ藤井です。あ、藤井さん、お疲れ様でした。今度仙台行きます。もし皆さんも機会あったらまたよろしくお願いします。顔面肉さん、ライブ中です。これ全然何も動かない、何も分かんないです。今日これがいいけど、はい、どうやって返す。今日だってことも俺拡散してたのに忘れてましたからね。アウトサイダー時代って面識あったんですか。ありました。あ、そうなんですね。はい、アウトサイダー懐かしいですね。そうだね、これもう前のもう15年ぐらい前、僕出たの26なんで15年前ですね。おじさんになりましたね。年食ったね、もうアウトサイダー時代年食ったわ。土屋さん、はい、内藤さんとケツ穴対決どうすか。ちょっと決断が大変。いや調子いいですけど。犯罪者。はい、相内愛良さん、はい、おっぱいに顔うずめてたじゃないですか。自分昨日会いましたよ。あったんすか。インタビューしてきました。で、喋れないでしょ。お疲れ様でした。声が小さかったです。そうなんですよ。そうなんですよ。フル字幕しないとダメです。いや、フル字幕でもマスクもしてて、はい、声が全部、はい、あれインタビューしようとしたわけじゃなく、はい、ホームレスマナミをやってたら急に現れて、はい、もう、はい、急遽ですよ、はい、そうなんです。で、あの子再生持ってるんですよ。あ、持ってますね。持ってますクジャクダンさんって知ってますかって言ったら、知らないって言われて、あなたのおっぱいに顔をうずめた人ですって言ったら、知ってるって言ってました。じゃあ、多分こいつ気に入られてる。はい、電話かかってきた。遊ぼうねとか言われて、はい、まあ、何とは言えませんけど、はい、1万5000って言ってたんで、ぜひ。あ、そうなんですか。はい、はい、いや、年齢不詳ですけど、まあまあ言ってるじゃないですか。はい、何歳なんですか。何歳。いや、同じくらいです。あの方。いや、自分らぐらいじゃないですか。40あぐらい言ってます。言ってますね、はい、40歳で50歳。いや、もう土橋さんなら余裕で抱いちゃいますよ。はい、いや、俺26歳って書いてカレー臭するバーバー沖縄で出てきたんですよ。これ風俗チャンネル撮ってるんですか。何を撮ってるんですか。ちょっと安い料金だと思ったら見事に騙されて。あ、カメラ回ってなかった。おい、嘘です。今日はありがとうございました。ありがとうございます。学校に行ってるだけで、その教室みたいな。ありがとうございました。ありがとうございます。
ツイッターとインスタリンク載せておきます。お願いします、はいはい、顔がエッチなんで顔がセンシティブ、顔がセンシティブ、すべてセンシティブ、はい、もうあれで こっちはいいですよ、こっちはいいです、ボロボロですから私はね、ボロボロリ、いや内藤さんとツーショットちょっとなんかほじってますけど私はどうだ、俺は相変わらずだよ、いろいろあったが何とかやってるよ、いつものようにここを歩く、眠らない街、逃げ場のない道、やっと見つけた幸せな日々、またいつの日か達者でない、土砂降りの夕立ち、ガキの頃を思い出す、遊園地のゴーカート、初めて食べたクレープ、財布には札束、革ジャンに金のブレス、親父のポケベルが鳴る、もう浮気の時間、また遊ぶ約束は果たされず、いつか見た古本で見つけた逆万字のシンボル1970、伝説と呼ばれた男の足音を期待して眠った、ガキの頃の俺は何も見えてなかった、ただ同じ道をたどる、自分の居場所を知らせたくて尖って見せた、どうせ親父はいない、町から追い出されるほどの札付きの悪になっても、あんたの心の声を聞くことは一度もなかった、今になってわかるよ、あんたもなんじゃいない、最後見た後ろ姿から5年、歌舞伎町隠し持つ銃、緊張が走る歩み寄る再会の夜、やけに蒸し暑い、親父が連れてた若い衆、年は同じくらい、大したことねえよこんなやつ、互いに組織は違う、ブランデーを舐める至近距離で初めて見る父の横顔、酒が回っても気にかけるのはいつも若い衆、俺は目をそらした、バックレウとした朝方、泣いて命乞いした夜、留置場で読んだ乱歩、漢字が全く読めない時、あんただったらどうしただろうっていつも考えてた、 Wicked and wise father that's no heat won't shine, they'll find me grand for spunk it's a for me who I call to help, 今日決まちばもせっけすみてきょうしわせ、今になってわかるよあなたを追いかけてた、ある晴れた真冬に俺は囲まれた西の不良区役所通り、奴が尋ね人に原因は不明、不穏な空気、狙われてるのは確かだ、昔から聞かれる親父はどうしてる、俺は答えた、あんなの親でも何でもねえ、有名なあの人、俺との記憶はほとんどない、擦り切れるほど見た、ゴッドスピードいい、あんたが俺に教えてくれたことなんて何もない、今までずっとそう思っていた、くだらないしがらみ、裏社会、苛立ち、勘繰り、場面、実はいつも俺を見守ってくれていた、でかい背中、ここ、その男気を、
から小一時間川を隔てた町、歩道橋から見える桜並木、見慣れない町、嫁と歩く昨夜見た光景や胸に秘める、目を閉じれば浮かぶ全てを帳消しにする、あの笑った顔や声、親父との物語はこの辺で終わりにしよう、夕日が沈む、止まっていた俺の時計の針が動き出す。